ゲオルク・ヘルベーク、ゲオルク・ヘルベークはドイツの政治詩人。シュトゥットガルトでなお知られた料理店主の一人息子として生まれた。14歳の時に病気により学校生活を中断されたが、当時流行のメスメル療法で解放に向かった。18歳の時に母の意向に従いるターハの牧師となるためにバリンゲンの神学校へ給費生として入学し、そこから 中便元大学へ進んだ。しかし、大学時代に進学を捨てて、法律学、文学と熱中する対象を次々と乗り換えた。法定期限の軍務に服している時に上官と2回もトラブルを起こし、1839年に国境を越えてスイスに逃亡。1841年に政治集である、生ける者の,の歌を発刊。 一万五千部を売り上げ、一役人気作家の仲間入りを果たした。ヘルベークは、ドイツ民主主義の偶像となり、1842年に帰国し、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルムに越見を許され、王をして、あっぱれな敵主に敬意を表するとまで言わしめたが、その後すぐに、プロイセン警察から国外へ追放され、 プロイセン宮廷の御用商人の娘エンマを連れ1843年にスイスのバーデンで結婚した。イタリアを経てパリに到着し、ダグー伯爵夫人の寵愛を受けイワントゥルゲーネフやパーベル・アンネンコフ、ニコライ・オガリョフやミハイル・バクーニン、アレクサンドル・ゲルゼンと交際するようになった。1848年にパリで2月革命が起こり、3月には パリ在住のドイツ民主主義者が委員会を作り、フランス民主主義への祝辞を送ることとドイツの革命運動を援助することを決定し、ヘルベイクは委員長に選出された。妻のエイマが主導者として600の義勇兵を組織し、シュトラスブルクを出発し、バーデンに向かった。4月27日にスイスの正規軍と国境付近のドッセンバッハで遭遇。 50人の犠牲者を出して、義勇軍は壊滅し、ヘルベークはフランスへ逃げ帰った。政治的にも経済的にも窮迫し、1849年にかけて友人となったゲリツエンの家庭を訪問するようになったが、その年の夏からゲリツエンの妻ナターリアと不倫関係に陥った。この関係は1851年まで続き、 ヘルベークはゲルツェンから絶好を申し渡され、一家でジェノバに退去した。その後は風刺雑誌への投稿、ドイツ総合労働者協会に参加するなどしたが、かつての評判は取り戻すべくもなかった。その後はバーデンバーデンに定住し、同地で没した。ありがとうございます。